ケヤキ並木通り南端。右側が法律夜の法律。左側の明るいガラス窓部分が吹き抜けの光と風の広場法律は東京都府中市の京王線府中駅前に所在するショッピングセンター。1996年4月3日開業。府中市が主導する府中駅南口市街地再開発事業計画により専門店街、法律として 伊勢丹府中店と同時にオープンした。伊勢丹府中店の閉店後、2021年に密店府中が開業して、以降は密店府中、専門店街、法律として一体的に営業を行っている。建築物としての名称は、ホレストサイドビルであり、府中市などが出資する株式会社ホルマが管理、運営を行う。本校では同社についても記述する。 府中駅南口台に地区市街地再開発事業 B 地区に位置するホレストサイドビルは建設に約2年3ヶ月の期間をかけ府中駅南口再開発事業で最初に建設され開業した。府中駅前には戦後から駅前商店街や細い路地に商店が立ち並んでいたがそこにあった小さな商店の一部も再開発により地権者として フォーリス内に入居した。フォーリス開業時のキャッチフレーズは、府中欅並木の専門店街であった。府中駅の南改札から南方に伸びるペデストリアンデッキが、東ビルに接続し、密店府中側の正面玄関は、デッキ上の2階にある。デッキは、東ビルとくるる、武蔵府中ルシーニュの3つの再開発ビルを結んでおり、また、駅構内を通って、 京王電鉄が運営する府中駅ビルのプラリと京王府中とも接続している。建物は地下3階、地上9階建てで、内ホーリスの部分は3階建て、密店府中が入居する部分は9階建てで屋上が、ある。地下2から3階は駐車場で、三井住友銀行府中支店が、当ビルと一体化している。大国魂神社の北方に面し、神社への賛同。 欅並木通りの東方に面する。当地は、武蔵国国府の中心部にあたり、隣接する土地に続いて、多くの遺跡が発掘されている。2014年4月1日、屋上に FC 東京が運営するサッカーフットサルスクール FC 東京府中パークが開業した。2019年9月30日、ホレストサイドビルの各テナントであった伊勢丹府中店が閉店した。 跡地にはの島が、ショッピングセンター、密店府中を出店することが決まった。2021年5月20日にの島のみ、25日に B1.1 回のテストオープン、28日に B1 から8回までのプレーオープン、6月中に全館のグランドオープンを予定している。2020年11月30日、フォーリスが開業した1996年から、各店舗として、 地下1階に出店していた食品スーパー、桜市場館府中フォーリス店が閉店した。桜市場館は、府中市に本社を置く桜コマースが経営する食品スーパーであったが、最後の店舗だった府中フォーリス店の閉店により、桜コマースはスーパーマーケット事業から撤退した。桜市場館府中フォーリス店の閉店後、跡地はしばらく空き店舗となっていたが、 2021年5月25日の密店府中プレオープンと同時にヤオコ府中フォーリス店が開店した。ヤオコは本社のある埼玉県を中心に東京都では多摩地域へも出店しているが府中市への出店はこれが初となる。各フロアごとにそれぞれ名称が付けられている。1階にはフードコートホレストサイドテーブルがある。店舗の詳細は 公式ウェブサイト、フロアガイド、フォーリスを参照。1995年6月7日設立。府中駅南口台に築市街地、再開発事業計画に伴い設立され、ホレストサイドビルの管理、ショッピングセンター、フォーリスの運営を行う商業デベロッパーである。ありがとうございます。